オスパドレ・デラ・ピエタ・ピエタ事前院は、ベネツィア共和国の旧品院、孤児院、音楽院。1346年に、孤児や生児を養育するための事前機関として、設立された。後に捨て子は、スカフェータと呼ばれる赤ちゃんポストによって預けられるようになった。預ける、親の多くはいずれは引き取りに来ることを前提とし、片身の品を赤ちゃんに添えた。 女子は結婚しない限り、生涯をここで過ごした。男子も受け入れて、船大工や石膏などの職業訓練を行ったが、介護が必要などの、よほどの事情がない限り16歳になるとここを去った。一方、女子は音楽的才能を発芽させれば、8歳から10歳にかけて集中的に訓練を始め、事前に付属音楽院の合奏、 合唱の娘たちの一員に育て上げられた。娘たちという名前からは、ともすれば、少女だけからなる女性オーケストラや合唱団が創造されるが、実際には構成メンバーは11歳から70歳にまで、及び平均年齢は40歳に近かった。演奏や歌唱は音楽院内のホール、または、教会で行われた。教会の聖火体積は、 祭壇の反対側に一箇所、側壁に向かい合うように二箇所あったが、下の観客から、娘たちの姿形がはっきり見えないように、美しい飾りを散りばめた鉄製の格子に囲まれていた。ジャンジャック・ルソーも、聴衆として、これを記録している。共和国の法的保護のもとにあったピエタジゼニンは、貴族や裕福な市民からの寄付と依存、音楽の才能のない、 手工芸の娘たちの収入だけでは十分賄えず、付属音楽院のコンサートによる収入がピエタの運営を大きく支えた。そのため18世紀以降、合奏、合唱の娘たちの指導には優れた音楽家が当たるようになった。ヨハン・ローゼン・ミュラー、ジュゼッペ・サルティ、フランチェスコ・ガスパリにニラに続き、司祭でもあったアントニオ・ビバルディが音楽指導者に就任してからは、 その指導のもとに合奏、合唱団の技量が飛躍的に伸び、多くの女性ビルトゥオーソや名歌手を輩出した。中でも、名バイオリニストとして、ヨーロッパ各地から聴衆を呼んだアンナ・マリーアとキアーラが有名であるが、いずれもビバルディの愛弟子であった。こうした名声に惹かれて、貴族たちもここに娘を送って、音楽教育を受けさせたため、事前院は、 両家の音楽教育機関としても機能するようになった。ビバルディは1703年から1740年までに断続的にバイオリン教師、作曲家を務めた。彼の気楽曲の多くがここの女性たちのために作曲された。その最初の作品は、バイオリン、オーボエ、オルガン、シャリュモーと、通奏低音のためのソナタである。 作品群の中には高度な技術を求められる楽曲も含まれており、当時のこのオーケストラのレベルの高さを示している。教会付きの事前院はその後取り壊され、現在はホテルの跡が残されている。教会の方は道を挟んだ向かいの敷地に新たに建てられ今日に至っている。ピエタ事前院の後ろ身として、県立慈悲の聖母マリア児童施設が、 教会の広報及びホテルの広報の敷地と建物を使って設置され、出産と幼児養育の両面で若い母親たちを支援している。アンナ・マリー・ヤダル・ビオリンは、バイオリンの振動として知られ、かつチェロ、テオルボ、リュート、マンドリン、チェンバロ、オーボエ、ビオラ・ダモーレなども演奏した。24歳から70歳までは、娘たちの指導にも当たった。ビバルディは、 彼女のために少なくとも28の競争曲を作曲した。アンナ・マリーアはベネツィアを離れることはなかったが18世紀当時のヨーロッパで広く知られる有名人であり、バッハの重慶ヨハン・ゴットフリート・バルターの力作、音楽辞典においても評伝が乗せられた5人の女性音楽家の一人であった。 バーバラクイックの小説、ビバルディの乙女たちは、アンナマリーアの、大島マスミの小説、ピエタは、アンナマリーアの同僚のエミーリアという人物の、視点から、それぞれ、ビバルディやピエタ、当時のベネツィア社会を描いている。ありがとうございます。